この形が本当に可愛い。え、これ買ってってあげようかな、ゆりちゃんに。私の大事なお友達ゆりちゃんにこれ買ったっけ。今シェラトンに来てるんですけど、ワイキキだと何箇所だろう。このシェラトンと私よく行くのはと、あのカピオラに公園側寄りのワイキキにあるお店があるクッキーコーナーっていう、多分ね、もう本当にガイドブックにもたくさん出てるし皆さんご存知だと思うんですけど、私そこのすごい好きなクッキー、クッキーなのかな、あれ未だクッキーなのかどうなのかもわからない、なんかね、ふにゃふにゃのふかふかのじゃりじゃりの食べ物があるのふにゃふにゃふかふかじゃりじゃりの食べ物があって、ここここクッキーコーナー、かわいいよね、赤にこういうなんかスタッツみたいな感じで、ハイビスカス柄のね、なんかパッケージとかでかわいいんだけど、ふかふかのじゃりじゃりのふにゃふにゃのにちゃにちゃみたいなこれね、買っていくと絶対買ってきてって言われるのよ、お土産に。私も最初の頃夢中になって食べたんだけど、それをね、これはね、帰る前日だから最終日、あの帰る日に、帰る人は帰る日に買った方がさらにいいと思うんだけど、あった、あ、トロピカルフルーツバーだ、ふかふかの、あーとジャリジャリのふにゃふにゃのクッキーなのかわからない食べ物、でもクッキーコーナーにあるからクッキーなんだろうね。ほらこの写真見て、それ半生みたいな感じなの。あ、Thank you very much。もらった。こうやってね、試食とかくれたりするんで。あ、こんな可愛いパッケージも、可愛いかなこれ。わかんない。あ、これ可愛いよ。これは喜ばれるでしょ。あ、このピンク可愛い。赤も可愛いけどね。で、これなんで帰る前日か帰る日に買うかっていうと、バターとかね、粉が新鮮なんですよ。で、そんなに賞味期限がこれ持たないはずなんですよね。今ね、気づいた。1月29、1月31、2月1日。あの、物によって賞味期限あるから、もちろんね、直近のもので全然困らない人はいいと思うんだけど、やっぱりお友達に渡すのが遅いとかっていう人は、あの、ちょっと賞味期限を見て選んだ方がいい。本当にね、新しい方がこれ美味しいのも、それもめちゃくちゃ大事なポイントなの。あ、こういう本当にちっちゃいこういうのも売ってる。これ可愛いんだよね。これちょうど4つぐらい入ってるの。え、何これ。あ、パイみたいのもあるんだ。これちっちゃいいろんなクッキーがあるんだけど、私はね、やっぱこれが一番好き。あ、ゆりちゃんが好きなのあった。ゆりちゃんこのね、マンドゥ M クッキーが好きなの。え、これ買ってってあげようかな、ゆりちゃんに。すぐに会って渡せば日本でも渡せるかもしれない。クッキーコーナーでクッキーを買ったんだけど、今日もうね、帰る前日なんですよ。で、こういう時にもうお土産、特にあのフレッシュで喜ばれるもの、近所の友達とかさ、すぐ会う人とかに渡したいものとかを買って帰る、賞味期限の短いものとかを買って帰ったりとか、もうあとはもう駆け込みお土産みたいなものを買ったりとかってするので、付き合ってください。で、みんな大好きディーン&デルーカだよ。しかない、これ賞味期限どれ、いつまで。え、1個しかないじゃん。なんかこれすごいね、緑色のチーズだよ。もうこういうのとさ、もうワインだけとかお部屋でいいよね。あ、やりたいな。ティラミス、レモン、ちょっと食べたくなってくる。とはいえ、もう完全に、ほら、もう完全にハワイのものが多い。わあ、見て、波な感じ、波な感じ。ディーン&デルーカさ、こういうアイシングクッキー系日本でも得意じゃん。
ハワイだと波作っちゃうんだね。もうこれもらっただけで嬉しいよね。ハワイって入ってるしさ、これハワイならではなんじゃない。ほらリアンドレイカーって日本にもあるけど、ハワイならではのこういうなんか、ほらここに書いてあるじゃないのものがやっぱりあるのが楽しいところだよね。マウイユニオンマスターだって古いハワイのレシピだよって、そういう意味ではないと思うけど、なんかジョーダンに買ってってあげようかな。でもジョーダンクッキー好きじゃないんだよ。やっぱジョーダンこれだと思うよ。これイルカさんにいいんじゃない。エイコちゃんも食べるかな。エイコちゃんには甘いかな。これちょっとユリちゃんにも買ってこうかな。これユリちゃんに買ってないよね。趣味で聞いてる、私の大事なお友達ユリちゃんにこれ買ったっけ。買ってないよね。これユリちゃんに買ってこう。じゃあユリちゃんにはラズベリーカップケーキにするよ。ウベタルトがラスイチなのはちょっと、いやもう危ないところだった。今ね、多分アメリカ人の女性の方クッて出ましたクッてないじゃん。ごめん、本当にごめん、私が食べることになってしまって。かわいい、ココナッツコンフェッティミックス、グルテンフリーだってよ。餅パンケーキグルテンフリーだって。ココナッツのパンケーキなんだけど、お友達のお子さんがちょっとアトピーとかでねアレルギーあるみたいだから、これを土産に買ってく。みんなであったかいパンケーキ食べてねって。そういうのいいよね、自分がハワイに行った時のさ思いをさこう渡してシェアできるって幸せが倍増するじゃん、お互い。このグラノーラに憧れがある、私すごい憧れがあるんだけど、いかんせん私グラノーラ食べないんですよ。だってこれさ、カカアコホームメイドキッチンって書いてあるから、やっぱハワイでしか食べられない。これさ食べたことある人いたらさコメント欄で教えて。あとなんかディアンドデルカでさ美味しいものとかさ、ハワイの案外この棚の下の方にあるけどおすすめだよみたいなやつとか教えてほしい。パイナップルビネガーだよ。もうお酢は買わないでしょって、お酢は買わないでしょって、パシフィックなんちゃらマーケットでね買ったんですよ私。こんなお酢もう蓋からすでに漏れてるぐらいの。だからちょっとこれは今回諦めるね。リリコイマンゴー、パイナップルかな、ココナッツパイナップルとか。この人にはこれをつけることにした。これもらったら嬉しいよ。はい、お土産の黄金コース、クッキーコーナー行って、ディアンドルーカ行って、このトマルクッキーカンパニーで何でももう全部最終日揃っちゃうからね。お友達に買っていかなきゃいけないから。みんなねこれ買ってきてって言うんだけど、こういうパイナップル型の。私激推しのクッキーはもう10年来変わらずこれです。もうクッキーこれが一番好き。どんなクッキーが登場しても私はハワイで一番好きなクッキーは今のところまだこれなんです。ただこれ買って帰って置いとくと湿気やすいので、こういうのいいと思うよ。私はこれを、これはね美味しいんですけどがさばるんですよ、持ち帰るのに。こうやって組み合わせてね、ほらもうこれ激推ししてるじゃん。みんなやっと気づいたね、これに。こんなコーナー昔なかったから。もう私エッセイでも書き、行く先々で口コミし、その思いが通じたこの棚一つ、このピラミッドの頂点に立ちたいなんかよくわかんないけど本当にねこれ美味しいから食べてみてほしい。なんかねちょっと塩味がするんだよなピラミッドの頂点立てた、夢叶った瞬間見た。私の中でも紅白出たぐらいの今感じだから、一緒に盛り上がってください。痛いここでね試食して自分の好きなクッキーを選べるので。でも試食コーナーって楽しいよね。あとこの形が本当に可愛い、
こうやって一個ずつになってるのをこういう箱に入れてね、自分でアソート作れるの。こういうのとかこういうのとかを入れれるの。缶の形とか箱の形でちょっとずつそのデザインが違うんですよね。あと季節のねものとかもあるから、こうあげる人の雰囲気に合わせて、ほらやっぱさ、そういうのってあるじゃん。いきなりさ、なんかこうこれ渡されたらってさ、好きとか思われたらさ、上司とかにトラブル発生じゃん。こう上司とかにはこういうかっちりお箱でみたいな。こういうのってみんなどうしてるんだろう。こういう缶のやつとかはお裁縫針とかお裁縫セット入れたりとかしてる。もうさ、ホノルルクッキーもさ、もうあれ至る所に ABC ストアかよっていうぐらい、いろんな所にもうワイキキもあって、ワイキキじゃない場所ももちろんそうだけどあるじゃない。で、まあ、そうすると大量のクッキーを作ることになるわけじゃないですか、本社側が。でやっぱり壊れクッキーとかも出てくるんだろうね、昔と違ってたくさん。だからね、ワイケレンにね、アウトレット、クッキーのアウトレットってすごくない？ホノルクッキーのアウトレットができたってね、教えてもらった。壊れ線みたいな、壊れクッキーみたいなのがあるのか、箱がなんかもうほらクリスマスじゃなくないシーズンにクリスマスの箱のが売ってるのかとかはわからないけど。いや、おすび。 Yes. Fake. Where did you buy? Oh, this is a cool one. Yeah. Thank you, friend. Thank you, friend. That's real. Thank you, friend. Aloha. Aloha. まだまだ楽しいお土産スポットはたくさんありますが、今日はワイキキのお菓子を中心にアロハ前しました。よろしければクッキーコーナーの赤白の色にとっても似た赤白のチャンネル登録ボタンを押していただけたらとっても嬉しいです。親指が上に向いた高評価ボタンも今日の旅の思い出代わりにポチッとしていただけたらありがてえ。また明日もハワイへ行こうね。